時折こう厚みの手雨を降らせることがまだあるんですよ、はい、なのでこの後もしばらくの間この雲の様子には注目かなという感じはないそうですね。はい、わかりました。続いて沖縄エリアです。予報センター宇野澤さん、はい、沖縄エリアではにわか雨の可能性ありそうですか？はい、沖縄なんですけどもこの後は先島エリアでその可能性あるかなという感じにはなりそうです。で、はい、本島エリア、まあ、少しこう雲のかかっているところがあって東京ですね、にわか雨もあったりするんですが、だんだんとこのエリアは晴れてくるだろうと見ています、ただ風向きが北に変わってきますからね、体感的にはこう晴れても肌寒さが出てくるとこんな状況になりそうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。今日の先島エリア、今日の沖縄エリア、先島諸島の方ではにわか雨がありそうです。本島では次第に日差しが届きそうですね。一方、九州の方では北部ほど雲が広がってにわか雨の可能性もあります。南部ほど日差しが届いて日差しのぬくもりを感じられそうです。以上、九州沖縄エリアのウェザーニュースアップデートでした。以上、ウェザーニュースアップデートで全国のお天気の様子を見ていきました。はい、では、今日の空キャンパスですはい、空キャンパスをオープンさせていただきます。今日の空キャンパスのテーマはこちらです。雪で帰宅の足に影響が、さてどうするということです。今、出勤なので今いらっしゃる場所で雪が降っていなくても帰り道、帰りの途中などで、雪が降っている可能性もありそうです。はい、交通も乱れているかもしれないので、そのようなことを想定して皆さんどのような対策ができるか考えていただきたいと思います。ではオープンします。このあと14時40分ごろまで開いています。はい、皆さんのご参加お待ちしております。では一旦インターバルに入ります。
こんにちは。2月の6日水曜日、今日のソライブコーヒータイムは引き続き堀井雅代がお送りいたします。よろしくお願いします。では皆さんに、ソラキャンパスを聞いていきましたが、どうでしょうか。はい、今日のテーマは雪で帰宅の足に影響が、さてどうするということで、交通の乱れなども予想してどのような対策ができるのか、はい、皆さんに考えていただきたいと思います。特に今日は関東で雪の一日になりましたが、はい、都心部では回復してきたようですが、はい、お帰りの際は積もっているかもしれないので十分気をつけて、はい、帰宅していただきたいなと思います。では皆さんがお書きになっている間にもう一度天気を確認していきましょう。では全国の10分天気マップを見ていきましょう。関東では雨の報告たくさん届いてきましたね。では予報センターに関東の雪見解を改めて確認していきましょう。予報センター宇野澤さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後関東エリアの雪の様子はどうなりそうですか。はい、基本はね、雨で行くんじゃないかなとは見ているんですよね。はい、うん、で今現在の状況を見ていただくとこのような形になっています。はい、北部の方一部まだ雪のリポートですが、南部の方はもう基本雨という状況になってきました。はい、で、この雪や雨を降らせている雲なんですが、だいぶね抜けていったんですけども、はい、少し北の方に残ってるんですよ。こういったところね、はい、この雲が入ってくるタイミングがまだあるかなというところですね。でこういった雲入ってくると、この後だんだんと時間が遅くなり夕方近くになってきますよね。で、はい、夕方になってくると全体的に気温が下がってきます。はい、また先ほどの雲がかかった時に、はい、まあ、降ってくるものが雨になるか雪になるかこれは別にして、はい、降水そのものが強くなってくると、はい、それによって気温がまた下がるんですね、かくっとね。はい、そうなるとこれまで雨だったところがまた雪に戻ったりということがありそうです。はい、ただ雪に戻ったとしてもそれが心身どかどかと降るって、積雪がどんどんかさむという形ではないので、その辺は心配しなくてもいいかなというところですね。まあ、いずれにしても18時か19時頃までが一つの目安なんで、それ以降はもう雨も雪も止んでくるだろうと、こんな状況になりそうですね。はい、はい、分かりました。はい、その他見解の変化とかありますか。いや、特に今のところはないかなとは見ているんですよね。はい、あと西日本エリアの方が、瀬戸内、広島、あとは松山、愛媛県ですよね、というところが少し雲の取れるのが遅れてるかなと。一旦晴れたんですけどまたちょっと雲が出てきたんで、この辺りがちょっと気になるところかなというところですね。はい、はい、分かりました。それでは明日以降の天気を確認していきたいと思います。はい、分かりました。じゃあ明日以降なんですけども、明日はちょっとね、少し低気圧の位置などが北の方にあったりするんで南空気が入ったりするところもあるんですが、はい、それ以降は基本的にはね冬型という形になりそうなんですよ。はい、でこちら見ていきましょうか。まずは2月の7日明日からいきます。日本海に低気圧があるのでこの低気圧に向かって南風がぐんと入ってくるという状況になりそうです。はい、なので
今日関東エリアだいぶ寒いですけども、はい、明日はね気温がぐんと上がりそう、はい、ただこの低気圧なんですがだんだん東の方に進んでいきますから、北海道エリアこの低気圧の影響を受けて、日本海側を中心に荒れ気味という状況となりそうです。あとは西の方からはだんだんと等圧線が縦縞模様冬型になってきますから、これがねこの続いていきそうです。金曜日も縦縞模様の冬型、9日土曜日もそうですね、で10日も日曜日も縦縞模様、11日も縦縞結構続きますね。12日火曜日になってくると西からまだ移動性高気圧の方が顔を出してくると、こういう形になってますんで、はい、今週1週間見ていくと、結構この縦縞冬型の気圧配置ということでそういった天気の分布になったりしているような形となりそうです、はい、あともう一点、南の方にちょっと前線が停滞しているんで全体的に言うとね、ちょっと雲多いかなという感じですね、はい、はい、この辺りについてでは天気マークで見ていきましょうか。天気マークで見るとこんな感じなんでしょう、はい、ちょっとグレーな感じの、曇りマークが多いかなというところです。で、こちら見ていただくと札幌、新潟、金沢、こちらの方が明日からしばらくの間これ雪マークがずらっと並ぶんですよね、冬型ということもありますから、日本海側中心にやはり雪の降りやすい状況となりそうです。で、気温の変化を見ていただくと東京がかなり明日顕著なんですが、はい、今日寒いんですけど明日はね日中14度まで上がりそうなんですよこれ、はい、一気に気温上がってきますんで、今日との体感だいぶ違うような形になります。ただ明後日以降になるとこの時期らしい体感寒さというところが戻ってきますので、このここ今日明日明後日というところの体感の変化、このあたりちょっと注意をしていただきたいと思います、はい、それとですね明日気温が上がって東京結構晴れるんでしょう、はい、その後何が起きるかというと、はい、ですね津波が出ました。 今先ほど今日を南太平洋の方で、大きな地震がありました。そこで発生した津波に関する情報、そこで発生しました津波に関する情報が現在入ってきましたのでお伝えします。津波注意報が発表されました。津波注意報が発表されているエリアについてお伝えします。北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島、トカラ列島、沖縄本島地方、宮古島・八重山地方、時間と高さです。津波の到達予想時刻お伝えします。小笠原諸島16時頃予想される津波の高さは50センチ、茨城県、17時頃50センチ、千葉県九十九里外房17時頃50センチ、伊豆諸島17時頃50センチ、岩手県17時頃50センチ、宮城県17時30分頃50センチ、福島県17時30分頃50センチ、千葉県内房17時30分頃50センチ、静岡県17時30分頃50センチ、三重県南部17時30分頃50センチ、和歌山県17時30分頃50センチ、北海道太平洋沿岸東部18時頃50センチ、北海道太平洋沿岸中部18時頃50センチ、青森県太平洋沿岸18時頃50センチ、愛知県外海18時頃50センチ、徳島県18時頃50センチ、高知県18時頃50センチ、宮城県18時頃50センチ、鹿児島県東部18時頃50センチ、種子島・屋久島地方18時頃50センチ、
奄美群島、トカラ列島、18時頃50センチ、沖縄本島地方、18時頃50センチ、宮古島、八重山地方、18時頃50センチ、現在津波の到達する高さ50センチと予想されていますが、こちら津波の方、さらに高くなる可能性があります。今回の津波は午前中南太平洋で発生しましたマグニチュード 8.0 の地震、この津波の方がこちらの方に接近してくるといったような状況となります。津波の到達予想時刻、一番早いところで現在小笠原諸島16時です。まだ1時間15分ほど時間があります。また各エリア、それよりもさらに時間がありますので、現時点で津波が来襲した場合、どこに避難するのか、また家族の連絡方法など、避難経路などについて確認をしておいてください。現在のところ津波の予想される高さ50センチと推定されていますが、こちら津波の高さ、さらに高くなる恐れがあります。今回、午前中に発生しました南太平洋の地震ですけれども、震源地に近いところでは90センチの高さの津波の方を観測しています。またこの津波の方なんですが、こちら日本付近に接近するまでの間、観測ポイントがほとんどない状況ですので、その間どのように津波の高さ変化しているのか現在捉えることができていません。津波の高さは現在予想される高さは50センチと予想されています。50センチの高さでもこちらかなり影響が出ることがあります。十分に注意をしてください。また津波の方が到達するまでの時間にまだ余裕があります。一番早いところで小笠原諸島、こちらで16時です。まだ1時間以上の時間がありますから、今の段階で避難経路、また避難する場所、家族との連絡方法、持ち出しするものなどについて確認をしておいてください。津波が到達するまでの時間、第一波到達すると予想されるまでの時間がまだありますので、今の段階でそちらの方を確認していただき、時間が迫りましたら避難の方を開始していただきたいと思います。太平洋沿岸、かなり広い範囲になりますけれども、こちら津波注意報、津波注意報が発表されました。津波注意報が発表されました。それぞれの津波注意報が発表されているエリア、こちらの方をお伝えします。津波注意報発表されているエリア、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、宮古島・八重山地方になります。なおこちら津波の到達予想時刻、小笠原諸島16時30分頃、小笠原諸島16時30分頃、茨城県17時頃、千葉県九十九里外房17時頃、伊豆諸島17時頃、岩手県17時30分頃、宮城県17時30分頃、福島県17時30分頃、千葉県内房17時30分頃、静岡県17時30分頃、三重県南部17時30分頃、和歌山県17時30分頃、北海道太平洋沿岸東部18時頃、北海道太平洋沿岸中部18時頃、青森県太平洋沿岸18時頃、愛知県外海18時頃、徳島県18時頃、高知県18時頃、宮崎県18時頃、鹿児島県東部18時頃、種子島・屋久島地方18時頃、奄美群島・トカラ列島18時頃、沖縄本島地方18時頃、
宮古島八重山地方18時頃になります。いずれにしても第一波到達予想の津波の高さ50センチ程度と予想されています。こちら津波の方ですけれども、午前中南太平洋で発生しましたマグニチュード 8.0 の地震、これに伴うものです。津波の方時間をかけて日本付近に接近中とこんな状況になっています。現在、午前中に発生しました津波、こちら南太平洋の方で、高さ90センチの津波の方が観測されています。日本付近に向かうに従って、観測地点ほとんどない状況になっていますので、現在最新の津波の高さの方はまだ分かっておりません。ただこちら50センチの高さが予想される津波の方が現在接近中という形になります。また日本付近で一番最初に津波が到達するのは小笠原諸島16時30分頃になります。まだ第一波到達するまでの時間がありますので、今この段階で津波が来襲した場合の避難経路、避難する場所、家族との連絡方法、また持ち出すものなどについて確認の方をしておいていただきたいと思います。またまだまだ時間に余裕がありますので、もうこの段階ですでに避難所などが開設されているような自治体などがありましたら、自治体からの情報常にこちらの方に気をつけていただきまして、そちらの方に従っていただきたいと思います。今回の津波、南太平洋の午前中に発生しました 8.0 マグニチュード 8.0 の地震に伴うものになります。現在太平洋の方を北上中ということで日本付近に接近するということが現在予想されています。こちら16時30分頃第一波小笠原諸島の方に到達する予想ということになっています。現在津波が到達するまでの間1時間30分以上の地震、時間がまだありますので、今のうちに避難先、また避難経路を持ち出すもの、家族との連絡方法について確認しておいてください。はい、それではですね、予報センターの方から一旦こちらの方で津波に関する情報を終わりにしたいと思います。この後また津波に関する最新情報など入りましたらお伝えします。先ほど沖縄と南太平洋側全域に津波注意報が発表されました。海岸の近くにお住まいの方は避難など早めに行ってください。それではソライブコーヒータイムはここで終了させていただきます。引き続き津波情報をお送りいたします。失礼いたします。
はい、それではですね、予報センターの方から、まず午前中、南太平洋、こちらの方でマグニチュード 8.0 の地震が発生しました。その影響で、この後日本の太平洋の沿岸の方に津波が到達する可能性ありということで、現在津波注意報が発表されています。津波注意報の方は広い範囲、北海道から沖縄、小笠原かけての太平洋の沿岸部の方に出ているわけなんですけれども、今のところ津波の予想される高さは50センチとなっていますが、津波が到達するまでの間なんですけれども、なかなかこの辺り観測点がないということで、実際に接近した時にどの程度の高さになるのか今のところまだ不明という形になっています。また小笠原諸島、こちらは日本の中では一番早く津波が到達するわけなんですけれども、16時30分が到達予想時刻になっていますので、あと1時間30分ほどありますから、今この時点でですね、まだできることがたくさんあるかと思います。津波の場合は、慌てずに早めに避難することが重要となってきますので、このあたり今の段階で避難する際何を持ち出すのか、また避難する場所はどこにするのか、避難経路はどこにするのか、また家族との連絡方法など今のうちに確認しておいていただきたいと思います。はい、それではですね、この後はここ今日の発生した地震とですね、現在の津波の状況、なかなか観測点がなくて分かりにくいところもあるんですが、影響などについて、地上センター山口さんと2人でお伝えしていきたいと思います。じゃあ山口さん、はい、よろしくお願いします。今日は、午前中に、発生しました。場所は南太平洋ということで、マグニチュード 8.0 ということで結構大きい地震で、人口集中地域ではなかったということもあって被害はそれほどまだ報告はされてはいないんですけども、津波の方が今発生しているということで、ちょっとこの辺りについてお聞きしたいんですけども、まず場所がですね、これ南太平洋ということで、かなり場所的には本当に海の方、真ん中の方といいますかね。そうですね。ちょっとこちら見てみましょうか。ちょっとすごく分かりにくいんですけど、ここなんですよね。そうですね。でこの辺りですね、ソロモン諸島というところなんですけれども、地図、この Google でこの海底の色を見るとですね、ちょっと濃くなっているところが帯状にありますね。出ておりますけれども、これがこの辺りでしょうかね。これがですね、日本も近海、よくありますけれども、いわゆる海溝という部分ですね、非常に深くなっている場所、これは言い換えるとプレートの境界にあたる場所になります。でこの辺りですね、非常に地震活動活発でして、ここ数十年という単位で見ても、マグニチュード7クラスの地震、7以上の地震ですね、いくつも起きている場所になります。なるほど。でその中でも今日はマグニチュード 8.0 ということで、とりわけ大きな部類になるということになります。なるほど。ということは8クラスということですから、それなりに揺れの方も大きく、それに伴って、津波の方も発生しているというわけなんですけども、で今のところ情報としてあるのは、この南太平洋の近海で、実際観測された数字はですね、最大が今のところ91センチということで、ハワイの太平洋津波警報センターの方も一旦こう警報を広い範囲に出したんですけども、今は解除しているという状況で、この時間になって気象庁の方は日本の付近に恐れありということで出してきたわけなんですが、この辺りの少しこう流れの違いというのがちょっと出ているのかなという感じがするんですね。そうですね。でこの辺りで起きる地震の特徴の一つはですね、これ日本に限ってで言いますと、その日本に到達するまでの間に結構小さな島とかですね、海の深さが浅くなっているような場所が結構ありまして、その南米沖で起きる地震、津波に比べるとこのダイレクトでこう日本に来るっていうのは比較的少ない場所なんですね。で最近ですと1999年の11月とかですね、97年4月にも同じような場所で、これはマグニチュード7クラスだったんですけれども、起きて、津波注意報が発表されたこともあったんですけれども、その時は幸い日本にはその被害を起こすような津波がなかったということになります。ただ今日の地震に関しては、その99年とか97年の地震の規模をまた上回る。そうですね。マグニチュード8ということ、そして、実際にその、
震源に近いところではですね、まあ、90センチという値ですけれども、もう津波が観測されているというような、うん、その実況を、まあ、鑑みた上で、まあ、出してきたのではないかと推測されます、うんうん、はい、そうですね、まあ過去の事例として見たときにということもあり、はい、というのも加えた方がいいかもしれませんね、はい、でまあ、今のところは予想される津波の高さは50センチという数字で出してはきていますけれども、はい、まあ、離れているからこそ分かりにくいところもあってですね、実際到達したらもっと大きくなってくることもあるのかなという感じはするんですが、ちょっとこのあたりはですね少し分かりにくいんですけど、また Google Earth の方で見てみたいと思うんですが、発生した場所だいぶ南になりますので、ちょっとこのあたり、このあたりちょっと隠れてますけども、で日本付近こちらですよね。ですから津波の広がり方としては南米付近の場合はこういう形でやってきますが、こんな感じでこう広がってくる形で近づいてくると、こんな状況になるわけですよね、はい、うん、でそうなるとやはり途中にですねほとんど島がない状況ですから、ほとんど観測されずに突然父島の方で観測されるという形になるかと思いますので、この辺が少し、まあ、日本から見た場合、どのような形で到達するのかが分かりにくいというところがちょっと気になるところかなと思いますね。で日本の近海、はい、まあ、沿岸に来て急に高くなることもありまして、うん、はいはいはい、でこれはやはり地形的な影響ですね、うん、やはり日本 の、 その太平洋側見てもですね、はいはいはい、いわゆるリアス式海岸と呼ばれるような、うん、まあ、複雑な地形ですね、ギザギザとした V 字型のああいう、まあ、津波を大きくな、しやすいような地形があるのと、うん、あと岬の部分ですね、はい、例えば室戸岬ですとか、うん、足摺岬、あと紀伊半島南端の潮の岬、あと房総半島の南部とかですね、こういうふうに突き出たような地形になっているところというのは、こういった太平洋の遥か沖合、遠地で起きた地震津波が比較的大きくなりやすい特性を持っています、まあ、その今注意報出ているところの全域でこの50センチが観測されるのかというと、まあ、決してそうではないと思うんですけれども、特にそういう海に突き出た地形ですね、そうですね、はい、こういったところでは、まあ、より大きくなる可能性もありますので、まあ、そういったところをちょっと頭に入れた上でですね、うん、まあ、避難等の、まあ、準備等、まあ、していただければというふうに思います、はい、まあ、あとはどうしても2011年3月11日の東日本大震災を、はい、まあ、我々経験していますから、はい、その時の津波の高さっていうのと比較してしまうとですね、どうしても50センチという数字が小さく感じてしまうと思うんですよ。で逆にこれが安心情報になってはいけないなというところがありますので、50センチの津波の、まあ、起こす下への影響というのを言うところを、はい、もし簡単に言うとどんな感じになりますかね。そうですね、で今回の津波、はい、非常に遠くで起きた地震による津波ですので、こういう遠地の津波の一つの特徴はですね、はい、じわじわとこう海面が上がってくる、いわゆる周期の長い津波という、うん、よく言いますけれども、ね、じわじわと上がってきて、こう、まあ、高い場合ですと、まあ、岸壁を越えるということになります。でこうなってくるとですね、こう人間の目でこうずっと見てるだけではわからないはいはいはい、そうですね、東日本大震災の、うん、津波はもう本当に、まあ、水の壁のようにして押し寄せてきて巨大な津波だったんですけれども、うん、今日の、まあ、起きうるであろう津波というのは、はい、そういう形でゆっくりと上がってきますので、ですね、うん、気づかないうちに海面が上がってきている、うん、そういうことになるかと思いますですので、はい、まあ、海の中に入っての作業とかですね、はい、あるいはこの岸壁とか海岸のところでこの海の様子を見るとか、はい、そういうことはですねちょっと絶対にやめていただいて、うん、知らないうちにじわじわ来てる可能性があって、そうですね、でその渦に巻き込まれるとですね、うん、50センチでもですね簡単に流されてしまう、それぐらいのパワーを持っておりますので、うん、決してまあ油断できない、はい、安心情報では決してないとこういうことが言えております。そうですね、はい、そのあたりのところがどうしても数字の情報を受け取る時にちょっとこう安心情報として受け取ってしまうとちょっと危ないなというところがありますので、うん、そうですね、はい、まあ、あとはこの遠地地震によくあるもので到達するまでの時間が非常に長いというところがあるので、まあ、ある意味そこでの余裕といいますかね、できることも比較的多いかと思うんですけれども、逆にこれがまだ安心情報になってしまうこともあって、なかなか来ないからもう大丈夫なんじゃないかというようなことがあるとちょっと怖いなというのがあります。で
こちら実際ですね、今こちらの方はウェザーニューズの方、太平洋の沿岸の方には津波レーダーの方は設置してあるわけなんですけども、現在こちら稼働させてですね、監視中という形になっています。で、津波レーダーの場合はですね、実際こちらの方で観測されるレベルの津波の高さだと、もう沿岸の方では被害が出るレベルになりますから、逆にこちらの方映らなければそのレベルではないんですが、やはり近づいてきていることは捉えられるかなというところもありますので、このあたり現在監視中という形になっています。はい、あとは、最近遠地という点からすると東日本大震災の1年前ですかね、南米で発生した地震の、津波があの時は24時間ほぼ1日でしたっけ。そうですね、立ってからやってきたということもありました。で、その時もですね、いくつか皆さんからもリポートの方をいただきましてですね、伊豆半島の方で少しその影響があったということがありましたので、このあたり少しだけ振り返っていきたいと思うんですけども、実際その時いただいたリポートの中で、海岸から100メートルかそのぐらい離れているところだったんですが、気がついたら、先ほど山内さん言われてた通り、気がついたら海水が近くに来ていたという事例があったので、ちょっとそのあたりが気になるところです。こちらの方もそうですね、減災チャンネルの減災カルテの方でも少し見てみたいかなと思うんですが、ちょっとこちら見てみましょうか。はい、こちらの方、2010年の2月28日でした。確かこの時はここにありましたけども、南伊豆町伊良崎で最大30センチということだったんですが、こちらいただいた場所なんですけども、地図で見るとですね、少し奥に入ってるんですね、少し奥に入ったところからのリポートで、写真を見る限りにはかなりこう奥に入ったところだったんですけども、どうもですね、奥の方道路を伝って津波が入ってきて、電柱のこの高さまで結果的にこうバッと伸びたということだったので、実際会場の検潮所で測られた高さよりも、こういった遡上してくるときに地形の効果などでもさらに高くなるということもあったのと、あとはどうしても時間があまり経ってしまうと、何かありましたかみたいな感じになってしまうこともあるかと思いますので、この後ちょっと注意してほしいなというところがあります。はい、ではですね、ここでもう一度ですね、現在津波注意報が発表されている範囲と津波の到達予想時刻についてお伝えしたいと思います。はい、それではまず、津波の現在津波注意報が発表されているエリアになります。はい、津波注意報が発表されているエリア、かなり広い範囲になりますが、まずは小笠原諸島です。それから東海道太平洋の沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里外房、千葉県内房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島、屋久島地方、奄美群島、トカラ列島、沖縄本島地方、宮古島、八重山地方、こちらの方現在発表されているエリア、マップの方で出ていますが、太平洋側の方はもうほぼ全域と言って良さそうですね。はい、このような状況で現在発表されております。また津波の到達予想時刻ですけれども、こちら到達予想時刻画面の方出せますでしょうか。一番最初に到達すると予想されているのがやはり南の島になります。小笠原諸島が16時30分頃、続いて茨城県、千葉県九十九里外房、それから伊豆諸島、こちらが17時頃という形になります。はい、それから続きまして、岩手県、宮城県、福島県、千葉県内房、静岡県、三重県南部、こちらの、あと和歌山県ですね、こちらの方が17時30分頃、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、愛知県外海、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島、屋久島地方、奄美群島、トカラ列島、沖縄本島地方、宮古島、八重山地方、こちらの方は18時頃という形になりますので、まだ第1波到達すると予想される時間まで、十分時間がありますので、やはり今のうちにですね、
確認できることいくつかあるかと思いますから、ぜひお願いしたいかと思います。まあ、あまり慌てすぎてですね、逆にこれが嫌悪するようなこともありますので、まあ時間もありますから、その間にできることたくさんあるかと思いますから、そのあたりをしていただきたいなと思いますね。ちょっとこのあたりが気になるところですけども、まだですね、なかなか、まあ、皆さんからの当然リポートもまだ来ないかと思うんですけども、まあ、今この時点でできることはたくさんあるかと思いますし、前回 3.11 の時は、まあ、実際逃げるまでの時間の差が2分のところで生死を分けたということがありました。今回やってくる津波がどのレベルかというところは、まあ、今のところはですね、注意報レベルですので、そこでは被害はないだろうとは予想されてはいますけども、津波の特性として気がついたらだんだんこう海面が上がっていた、また海岸線がぐーっと奥に入ってきたということもありますから、そういう特性を踏まえてですね、気をつけていただきたいと思います。あとはこの後、まあ、時間は少しありますけども、できる限りですね、海の近くにいる方、ある程度まで行ったら離れるようにしていただきたいと思いますし、決してですね、海を見に行くということは、そうですね、こちらの方ね、しないでいただきたいと思いますね。見ていただきたいですね。はい、今、まあ、第一波到達予想時刻ということで、はい、先ほど出てますけれども、はい、遠くからの津波にということになりますが、それだけ誤差も出やすいと、そうですね、はい、いうことをちょっと念頭に置いていただいてですね、いただきたいのと、あとこれも実際に津波が観測され始めてからの話になるんですけれども、遠くの地震の場合というのは、近いところの地震は第1波、はい、第2波ぐらいが結構一番大きくなりやすいんですけれども、はい、遠い地震、海外のところからやってくる地震というのは第3波、第4波ともっと後の方が大きいですね。ね、そういう特性を持っていますので、一旦観測され始めたらちょっと長くなるぞと、いうこともちょっと念頭に置いてですね、避難されるときは、まあ、ちょっと夕方時にもかかってくる可能性がありますので、まあ、例えば食料とか飲料水とかですね、はいはいはい、まあ、ちょっとそのあたりの準備も、まあ、ちょっと見ていただいた上で、逃げる、避難する、ということをされた方がいいかなというふうに思います ね、まあ、あとはこの今山口さんが言われた通り、後から来る波の方が高くなる、はい、ということもあって、また延地ですから時間もかかりますから、まあ、東日本大震災の時もありましたけども、一旦避難してまた戻ってしまったと、でそれで犠牲になられた方もいましたので、はい、今回も、まあ、注意報などが解除されるまでの間っていうのをされるまではもう決して元に戻らない、はい、海岸には近づかないということが重要かと思います。はい、どうしてもですね、長い時間こうどちらかというとダラダラと続くような、津波の今回の傾向を示すと思いますから、まあ、そこでですね、少しこう大丈夫じゃないかなとか、ちょっと様子見に行こうかなということで行ったりするとまた危険ですから、そちらの方は決して、一旦避難された場合、元に戻らないようにしていただきたいと思います。はい、現在、津波注意報、津波注意報が日本太平洋沿岸の広い範囲で出されています。第一波到達までには一番早いところ、こちら小笠原諸島になりますが、まだ1時間程度の時間がありますので、今のうちにですね、避難場所、避難経路、また家族との連絡方法、持ち出すものなどについて確認をしておいていただきたいと思います。また各自治体からもですね、おそらく避難に関する情報なども出るかと思いますから、それが発表された後はそちらの方を確認しながら行動していただきたいと思います。はい、それではですね、一旦ここでインターバル取りたいと思います。この後は15時20分から再開したいと思います。
はい、それではですね、予報センターの方から引き続き津波に関する情報についてお伝えします。現在、今日ですね、午前10時過ぎですけども、南太平洋の方で、発生しましたマグニチュード 8.0 の地震、これに伴いまして、津波の接近が日本付近にあるということで津波注意報が発表されています。津波注意報の方は北海道から小笠原、また沖縄エリアといった広い範囲で、太平洋の沿岸部の方に出されていると、こんな状況になっています。はい、今現在ですね、詳しい津波の到達予想時刻の方が発表されましたので、こちらの方をお伝えしていきたいと思います。はい、それではこちら、まずは到達時刻の早いところからお伝えしていきます。父島二見16時30分頃、銚子17時頃、三宅島坪田17時頃、八丈島こちら17時頃、八丈島上、八丈島上湊17時頃、大船渡17時30分頃、釜石17時30分頃、いわき市小名浜17時30分頃、大洗17時30分頃、神栖市鹿島港17時30分頃、立山市メラ17時30分頃、伊豆大島岡田17時30分頃、神津島17時30分頃、三宅島阿古17時30分頃、南伊豆町伊老崎17時30分頃、御前崎17時30分頃、下田港17時30分頃、伊東17時30分頃、那智勝浦町浦上17時30分頃、釧路18時頃、根室市花咲18時頃、浜中町霧多布港18時頃、浦川18時頃、十勝港18時頃、襟裳町初夜18時頃、むつ市関根浜18時頃、八戸港18時頃、宮古18時頃、久慈港18時頃、石巻市鮎川18時頃、仙台港18時頃、相馬18時頃、沼津市内浦18時頃、清水18時頃、舞坂18時頃、西伊豆町田子18時頃、焼津18時頃、田原市赤羽18時頃、鳥羽18時頃、尾鷲18時頃、熊野市雪18時頃、串本町袋湖18時頃、和歌山18時頃、御坊市原井戸18時頃、白浜町片田18時頃、小松島18時頃、徳島雪18時頃、室戸市村戸岬18時頃、高知18時頃、土佐清水18時頃、須崎港18時頃、日向市細島18時頃、日南市油津18時頃、宮崎港18時頃、南大隅町大泊18時頃、志布志港18時頃、種子島西の表18時頃、種子島熊野18時頃、中之島18時頃、奄美市小湊18時頃、奄美市名瀬18時頃、那覇18時頃、久米島18時頃、南城市安座間18時頃、西表島18時頃、石垣島石垣港18時頃、宮古島平良18時頃、根室港18時30分頃、陸奥小川原港18時頃、与那国島久倉18時30分頃という形になります。
現在こちらの方、津波の到達予想時刻細かく説明していきましたけども、南の方からやってくる波になります。ですので小笠原エリアの方が早めに到達するということで、小笠原の方では16時30分到達予想ということになりますから、まあ、あと1時間程度で第一波来るだろうということが予想されていると、こんな状況のようですね。はい、それではですね、今日実際に発生した地震の方で、南太平洋のラダというところがありますので、はい、そちらの方で実際に観測された津波の方をちょっと確認しておきたいと思うんですが、はい、こちらがですね、実際に観測されたデータの方になります。こちら見ていただくとですね、潮位の方上がってきて、この辺りからかなりこう、はい、乱れた状況にはなっていたようですね。こちら見ると、まあ、91センチということでしたが、こちらの方ではそこまではいってではいないのかなというところですけども ね、まあ、上下にこう変動した中で90センチ近い幅があったかなという感じにはなっているかと思います。はい、まあ、ですので、まあ、場所比較的ラタは今日近いところですけども、そのあたりでは90センチということでしたけども、まあ、あとは津波の場合はですね、本当に大陸と大きな地形の効果でバーッと集まってきたりもすることもあるので、必ずしもこの数字が今現在最大の高さになってますけども、それを上回る場合も想定してもおかしくないというところでしょうかね。震源に近い場所で、はい、まあ、90センチの、まあ、実測で、はるか離れた日本でこの50センチ、本当にそんなに来るのかっていうような、そうですね、感覚をお持ちの方も、まあ、いらっしゃるかもわからないんですけれども、今ありましたようにですね、はい、海底の地形ですとか、あと実際 その陸上の地形ですね、リアス式海岸みたいな V 字型の津波を高くなりやすいような、はい、そういった地形の影響でですね、距離に関わらずこう津波っていうのは大きくなる、ということもこう十分にあります。はい、でこの辺りの地震、まあ、過去を振り返るとですね、例えば1999年とか、はいはい、97年にも、まあ、マグニチュード7クラス後半の地震があって、はい、その時もまあ津波、日本でもですね、